できるだけ県民多くの方々にこのパネルの100年の歴史を見ていただきまして、そして皆さんにご理解をいただき、これからも県の福祉関係の機関にご指導をいただきながら、皆さんのご理解をいただいて、民生委員としても精一杯頑張ってまいりたい、努力してまいりたいと思っております。民生委員の出発点、つまり原点となります再生顧問制度のスタートから、そして現在の民生委員というのが、その時代時代に応じてどのような活動をしてきたかということを、その時代の背景を映しながら皆さんにお知らせしているというのが現在のパネルの内容でございます。こういった姿を見て、自分もできるだけ近所の隣、近所の方で助けてあげたいと思う方がおられたときは、その方に手を差し伸べようかなという気持ちが生まれていただければありがたいなと、それをこう心に留めて行動していただければありがたいなというふうに考えております。はい。